おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、まあ暇だった1週間が終わりましたね。ついについにアップデートの日が来ました。いや、先週本当に暇じゃなかったですか？皆さん、私超暇だったんですよ。もうひたすらツアイベやってね、ツアイベ途中でやっても普通にリーグ回してねみたいな感じで、はい。まあ、ツアイベのね調子をバリバリ上げれたおかげでね、チラバーとか、獲得できて、さらに一卒できたのでね、まあ、ツアイベも悪いことだけではないでしょう。はい。ってことで今回何をやっていくかといったら、アップデ解説させていただくんですけれども、今回ね、よっこらしょ、17時までのアップデだったんですよね。いつも16時までのアップデで3時間伸びているので、まだねアップデの詳しい内容私一切見ていないんですけれども、だいぶなんか面白いの来てるんじゃないかなと、1時間分のね。ってことで早速見ていきましょう。さあさあさあ、下からいきますよ。はい。あ、確定チケットの中身変更が昨日来てるね。で、 SWCC 本日よりエントリー開始と。まずこちらですね、第16回目のエントリーが始まりました。まあ以前とね特に違う変更点等はないので、ここきちんとね見ていっていただけたらなと思います。エントリーねし忘れるの、注意なので、後からね何回でもディビジョン変更できますので、とりあえずゴールドとかね、とりあえずシルバーとかでやっておくと、万が一ね忘れた時にそのディビジョンで参加できますので、個人的にはおすすめでございます。さあ、ここなんか来てるね、アップデートバージョン 2.4.0 の情報。これだね、多分これの準備で1時間かかったのかな。2月に予定しているアップデ、現在計画中の機能改善等の一部なんだろう。ただ大型アップデートではなさそう。新規要素の追加、あ、でも要素追加きたね。改善予定、アクセサリー操作性の改善、能力アップ値の表示追加や、アクセサリーの一括取り外し機能等を追加予定。へー、これいいね。あ、これいいね。見やすいですね、能力アップ値があるのね。すっごいありがたい。で、さらに固有効果一覧にて能力アップ値が表示されるようになると。さらにっていうか、まあ、こういうところか。これいいですね。であとは、アクセサリーをセットしている選手が表示されるようになります。あ、これもいいね。今ね、どのアクセサリー、どの選手に装備してるのかが全くわからなくて、これどうしようみたいなね、これ誰が装備してんだろうみたいな、これとりあえずじゃあ SWCC でつけるかって思ってつけたら、違うその SWCC のチームの選手からつけただけで何にも変わらないみたいなことがよくあったので、これはだいぶありがたい。で、選手のユーティリティ、下半身、上半身にセットされてるアクセサリーを一括で外せる。はー、アクセサリー系がだいぶ便利になった感じですね。これは嬉しいんじゃないですかね、楽ちん。アクセサリーを一括で外せるようになりました。アクセサリー変更画面にて変更後の能力アップ値が表示されるようになります。セット中のアクセサリーを改良の素材として選択できるようになります。あ、これも嬉しいね。今装備してるアクセサリーって改良の素材にできないんですけど、今後はねセットしてるアクセサリーも改良の素材にできると。で、アクセットしてても売却できるということなので、一回セットしちゃった後にね、外さなくても改良売却という感じで、簡単にアクセサリーをね、消費したり処分したりすることができるようになっております。これ嬉しい。さあ、イベント開催時の演出追加。SWCC やワールドツアー等のイベント開催時、ホーム画面にて開催告知。これはどうなんだろうね。ちょっと楽しみにね、見ていこうか。実際どんな感じになるのかがわからないので何とも言えないんですけれども、楽しみに見ていきましょう。で、あとはログインボーナスの表示改善、15日目まで表示されるようになりますということで、これがね 2.4.0 のアップデートが来るそうなので、これ楽しみにまた、待っていきましょう。おそらく来週か再来週に来るのかな。そして今回の一番の目玉、なんといってもこれでしょう。ポルトガルリーグカップ追加。いや、いいね。このおしゃれだね、ポルトガルリーグのこのデザイン。さらに新アクセサリーも入手可能。ほうほうほう。リスボンポルト、リスボン FC、フンシャル FC、ポルト AC、よくわかんないけど、とりあえず来ていく。お、前田大然のユニフォーム、スパイク2、3が、いるそれ。もうちょっといい選手選んでくれ。まあまあいいか。アスパンテーラス、アーゲス
スタイル、レオススタイルのシャツとソックス、ミサンガで、マレガのユニフォーム、マレガソックス、マレサの、あ、マレガのバッグと、いうアクセサリーが手に入れます。ちょっとね、能力値の方見れないので何とも言えないんですが、これまた嬉しいですね。いや、さらに何といってもね、ポルトガルリーグ18-19シーズンではスタジアム建築許可証、これ手に入ります。これ嬉しいね。スタジアムで戦えるとね、収容人数収益アップということで、いや、これマジで嬉しいね。久しぶりにこのスタジアム1個大きくできますね。で、まあ、マスターディビジョンを制覇していることが条件となりまして、報酬はこんな感じだね。まあ、何か特別なものがもらえるっていうわけでは決してないですけれども、まあ、スタジアム建築許可証が1個目で、ポルトガルスーパーカップではね、保証確定スカウトチケットがもらえるということで、これまたね、かなり嬉しいんじゃないかなと思います。新スタジアム設備とかももらえるけどね、まあなかなかこれは興味ある人いないんじゃないかな。まあ保証確定スカウトチケット1枚もらうためのものじゃないでしょうか。さらにアリーナランキングイベントも開催、これ来週、あれちょっと待って、これ2月7日だよね。 SWCC は SWCC いつから、2月12日の水曜日、あれ2月12日水曜日じゃ、これ2月7日金曜日を3日間、1週間じゃなくて3日間だけアリーナランキングイベント、なんか詰めてきましたね。え、7日って明後日か、今日ではなく明後日からねやるみたいですね、アリーナイベント。へえ、そうなんだ。まあまあまあ、これもね、相変わらずいいものをたくさんもらえるんですけど、あの、え、待って、これ何見てる俺、アリーナランキングイベント、あ、アリーナランキングイベントか、完全にあの、私間違えてた。これあれだね、あのアリーナでどれだけね、なんていうのかな、連勝したりしてポイント稼いでいいアイテム手に入れようっていうやつなんですけど、いや、これかアリーナか、あ、間違えて、リーグランキングイベントかと思いました、失礼しました。プラチナディビジョンで1位から3位だと、なんと保証確定使うチケット5万枚ももらえると、1000人以内でも1枚もらえるからね、だいぶいいね。ゴールドディビジョンだと保証確定使うチケット手に入れるためには16位以内に入らなきゃいけない、まあ、ただ8500個のアリーナリング、まあ、悩ましいところですね。え、これってあれかな、イベント開始時に在籍しているディビジョンでアリーナイベント進行ということなので、今の変動かな、今の変動で、まあ一応1段階の上下は可能っていうことだね。変な話ね、まあこのイベントってすごい分かりやすいんですけど、単純な話、あのプラチナディビジョンでね、10万以内に入るとアリーナリング6000個と星4スカウトチケット、星4確定スカウトチケット1枚もらえるんですよ。で GB1000 個、これってゴールドの1000位以内とか、まあ、とあんま変わんないんですよね。2000位以内かな、5000位以内かとあんま変わんないので、ゴールドで5000位入れるんだったら、じゃあプラチナで5000位入れるんだったら、ゴールドで500位入るのと同じぐらい、単純ね。って考えたら上の方がいいのかなと個人的には思っちゃいますね。まあ、プラチナって本当に魔境なんですけど、で、あのこれってね、あの相手変えれる数にも制限があるので、まあいろいろ難しいところではあるんですが、まあ全然プラチナの10万位以内でいいんじゃないって感じですけどね。変な話ね、ゴールドで2000位切れるかなんて分かんないですからね。はい、皆さんね、よく報酬見て、私は上の方がいけるのであれば上の方がいいかなと。ちょっと無理してでもね、上行った方が絶対美味しいと思うので、そこだけちょっと覚えておいていただけたらなと思います。ってことで、あとは SWCC カップだね。これはまあ普通の SWCC カップが本日から行われるということですね。さあ、あとはこれだね、アップデート直前カウントダウンスカウト登場ということで、こちらね、また、後日詳しく見ていきたいと思うんですが、いろいろね、いいスカウト来ているみたいです。ただね、あの今回はやっぱりね、ポイント、ランキングマッチに備えていただきたい。皆さんね、どこのランクで参加するか、今やるところから上下1個だけ可能。あとは SWCC カップが来ているので、オート進行でやっちゃうとね、ポルトガルカップやらずに SWCC カップに行っちゃいます。
なんでね、オートカップ戦の時だけ止めてね、しっかり、まあ、あの SWCC カップではなくプラチナ、あ、違った、ポルトガルカップもねやって、 SWCC カップもねゴールドディビジョンぐらいまではなんとかクリアしていただければと思いますので、こんな感じで本日のアップでねたくさん来ていて楽しいですし、ちょっと忙しくなってきてはいるんですけれども、なんかバージョン更新されましたしね、ぜひぜひ、一緒にこのまま今週やっていきましょう。これね、今週すごいイベント盛りだくさんで楽しい週になると思いますので、頑張っていきましょう。ってことでご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。